ということで、続いてはですね、9月、剣は何に応えるものぞ、行ってみたいと思います。お、このイベントでは、ベイン率いるひよこ藩の面々が活躍し、アーサーの手によって聖剣エクスカリバーが抜かれました。こちらはモルドレッドも大活躍のイベントでしたけれども。でしたね、はい、ひよこ藩もどんどん成長してますよね。なんか本当に成長を見守るのがやっぱりこのひよこ藩の楽しみ方なのかなって、はい、思いますんで、はい、これからもすごく楽しみです。これからは皆さんにエクスカリバーを抜いていただきたいと思います。あのエクスカリバーを、はい、ですね、エクスカリバーが刺さっている樽に1人1本ずつ剣を刺して、中央に刺さっているエクスカリバーをできるだけ早く抜きましょう。飛び出てくるまでに刺した短剣の数によってめくれるパネルの数が変わります。はい、3本目までに抜けたらパネル3枚、4本から12本でパネル2枚、13本から21本でパネル1枚、22本以上で失敗、パネル0枚となります。ということで、ステージ上にはエクスカリバー危機一発が登場しました。なんだ小さっ、これ樽の一発のやつだろこれ。いやいや違う、有用だろこれ。はい、では皆さん前の方にラインナップお願いします。抜けんのこれ。これ手袋つけて、はい、そうなんです。部屋の中に手袋ございますので。はい、すごい、こんなに小さいんやね。え、かわいいな。これならすぐ抜けそうじゃない。こんなの誰でも抜けますよこんな、ねえ、ね、え、片手でいっちゃうよこんな。間違いないよ、ねえ、ね、えこれも見たことある気がするかな。これなんかそうっすね、これあれあれだ、あれに似てるな、見たことある。あれなんだろう。いいや、エクスカリバーさんですよね。間違いない。そうだこの、そうだぞ、この棒読み。ハハハ、エクスカリバーにドンかぶるユース。ハハ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 。あ、立てましたかね。はい、はい、さあさあ、探検は全部で24本ありますけど、まあ、22本以上で失敗になりますのでね、皆さんぜひお願いいたします。はい、なるほど、はい、はい、はい、では一人目、白井さんお願いいたします。わかりました。やはりね、僕は僕が演じますモルドネットの親友のアーサーが抜いてるわけですから、アーサーだと思って。え、どういうこと。なんだ。アーサーを抜いてやりますよ。何言ってるんだ。アーサーを助けてやるんだ。そうだそうだ。一回で抜いちゃっていいよ。わかりました。ごめんね、ちょ空気読めなくてごめんなさい。いきます。せっ、おー、すげー、重要でなかった。マジで、うわー、マジで、マジかだな。すごい、持ってる、イエーイ。やったぞ、抜けちゃったー。え、どうすんの、こんなことある。どうすんのよ。俺たちさ、クリアーって子孫なんだけど。ええ、これどう、え、手袋、これいいですよ。手術ごっこでもする。これもうね、手術ごっこしまーす。やるか。チャレンジ終了でーす。無免許でやっちゃダメですからね。お戻りください。お戻りください。皆さん、なんかお手間取らせてしまってすいません。本当に抜かなくていいんだから。面白いわ。本当に俺も後で見せようよ。びっくりしました。めちゃくちゃすごいよ、感動した。あ、でもそっか、パネルいくつになるんだ。感動したわ。こちらパネル3枚めくれます。すごい、イエー。いや、とんでもないな。いい仕事だったわ。いいんじゃないですか、もう3枚ともやってもらったら。本当に白井さん、まためくります。めくってめくって、もう3枚めくっていって。うん、白井さんたらもうめくるしかない。これはいいの出るかも。はい、ではルーレットのアイスお願いします。はい、それではルーレットスタップ。スタップ。スタップ。スタートからストップ。なあまりスタップには伝わってないんです。スタップが、おー、おー、ヤンデールの貯金10個。すごい嬉しい、素晴らしい。はい、じゃあジャンちゃん行っちゃいましょう。ジャンちゃんお願いします。はい、ルーレットスタート。ストップ。早い。4番。4番。お、4番は、お、なに、なんだなんだ。パー様頑張って。何がめくれるか。パー様、パー様頑張って。そっちサイド。おー、ありがとうございます。
ありがたいですね。バイブめくれてきたよ。いいですね。もう一丁。もう一丁いきましょう。ルーレット、スタート、ストップ。早い早い早い。バグる、バグる。間を開けない。いや、これは2番ですね。来るか。あ、頑張って。来るか。欲しい欲しい。うん、ありがたい。はい、報奨席1500個。ということで、剣は何に応えるものぞ、以上です。はい。